ち並ぶクレーンが恐竜のようだね。また新しいビルが建つんだろう。ものすごいスピードでこの街は変わってゆく。僕の生まれた家のあたりは街の名前さえ残ってない。そういえば小学校もなくなるって噂だけれど、 1964 あの時1964何かが動き始めた。 1964 道路が空を塞ぎ。 1964僕たちの東京が壊されていた。高度経済成長期、有頂天だったね。暮らしは便利に豊かになった。今じゃ日本の隅々まで新幹線が走ってる。最新のナビゲーションシステムはなぜ裏道ばかり教える。そういえばテレビもデジタルだけになってしまうというけど、 1964 あの時を境に、1964 あの時に向けて、 1964 何かが動き始めた。 1964 道路が空を塞ぎ。 1964僕たちの東京が壊されていた。